はい、こんにちは、カズボです。ドラゴンクエストタクト続きやっていきたいと思います。前回の動画から今回の動画までね、ツイッターとかで、乗っけてたりはしたんですけど、アリーナとね、クリフト当たったんですよね。今、鍛えてる最中なんですけど、あとアンドレアルのね、クエストもやってなかったので、そこを今回やろうかなと。ね、今ちょっとデイリーやった後なんですけどね。英雄系も上がるんで、おそらくクリフト使えんのかなぁとは思うんですけどね。初なんですよね、ここね。やっぱアローインプ強くした方がいいんかな、レベル1だけどね。なんで1が混ざってんだろうね。まあ、いっか。はい。俺いまいちデスピタル様に認めてもらえてないんだよな。本気で戦えば結構強いし、幹部になれる自信はあるんだけど、どうしたら俺のビッグさを知らしめることができるんだろう。お、宝。人食い箱が。なあ、俺のことどう思う？俺ってビッグなモンスターだよな。俺が蓋を開けるまで返事をしないつもりか？ちめんどくせえやつだな。引っかかったな。宝箱じゃなくて人食い箱だぜ。引っかかってねえよ。引っかかってねえよ。後ろにいんのか。サクサクいくでしょうから、とりあえずね、レベル上げてね。最初から人食い箱だってバレてたら、分が悪いぜ。なあ、俺強いだろ？まあかな。俺ビッグだろ？それは知らん。俺実力あるのにいまいちパッとしねえんだよ。どうしたらいいかな？知らねえよ、そんなこと。自分で考えろ。またなんか面白いクエストだね、これもね。アローインプ上げて、後でまた全部振ればいいか。ね。また弱点ついたりとかあると思うけど、クリフトがいくから大丈夫かなと思いますけどね。よし。バンバンいきます。俺のビッグさを広めるためにはどうしたらいいんだろう。ブツブツ。アンドレアルじゃないか。すがすがしい夕方だね。キャハハハ。お前はいつも楽しそうでいいよな。なんだい、辛気臭い顔してるじゃないか。もっと陽気に生きようぜ。ちょっと悩みがあってな。また悩んでるふりなんてして大物ぶるなよ。小物は小物らしく気楽にやろうぜ。俺を小物って言うんじゃねえ。一応ボスモンスターだったけどね。雑魚キャラに格下げになってるからね。これここでいいや。一個上だったね、ブルーホークの。ブルーホーク強いかな、あれ。キャハ、オイラは負けても陽気なスモールグールだ。俺もっとビッグになりてんだよ。どうしたらいいと思う？小物って言われて切れてるうちはビッグになれないと思うよ。ちっちゃい。あんたはそんな器じゃないんだよ。ベロの長さだってオイラには勝てないだろ。ベロの長さは関係ねえだろ。馬鹿にしやがって、今に見てろよ。ある程度はね、楽にいけと思いますけどね。5とかなってきたらちょっときつくなるんじゃないかな。
雑魚どもとうだうだやってても、拉致が開かねえ。なんとか上流階級に仲間入りしないとな。上流階級にさえ入れば、そこからデスペラー様の幹部になれる道が開けるに違いない。確かこの先に上流階級たちが集まる社交場があるはずだ。止まれ、ここより先は一般モンスターは入れぬ。引き返せ。ところが俺は一般じゃねえんだな。なんせ規格外のビッグだから通してもらうぜ。ああ、貴様のようなアホがいるから私が門番せねばならんのだ。まあ、規格外のアホってことか。ほい。まさか私がアホに負けるなんて言ったら俺は規格外なんだ。貴様名は何という？アンドレアルだ。覚えておきな。俺はいつかビッグになるぜ。アンドレアル、覚えたぞ。まんまと名乗るとは規格外なアホめ。上司に報告せねば。アホだ。アンドレアルだ。覚えとけって。規格外の〇〇、アンドレアルだ、覚えとけって。もういい加減装備品つけるか。これ戦闘リスト何なの？物理威力プラス5、これでもいいや。まあ、レベルは関係ねえかな、とりあえずね。地獄の門番を倒したものの、まだ洞窟が続いてるな。この洞窟を抜けた先に上流階級の社交場があるはずなんだが。お、もしや貴様がアンドレアルか？お、とうとう俺の名前も知り渡ってきたか。参ったな。貴様が地獄の門番を倒して侵入した一般モンスターだな。俺は一般じゃねえんだって。近いうちにデスピタロ様の幹部になるビッグなモンスターなんだって。地獄の門番から報告通り相当なアホと見えるな。幹部は党に間に合っとる。覚悟。でも出る順番的にあれだもんね。ベレスのお金も先じゃなかったっけ？おっと、やっちまった。レベル上げてねえよ。インプ真ん中に置いた自分が悪かったんだな。グー、まさか私までも負けるとは。悔しがることはないぜ。なんせ俺はデスペラ様の右腕なるモンスターだからな。その自信は一体どこから出てくるのだ。なんせ俺はビッグなモンスターだからよ。じゃあな。身の程をわきまえない。ああいうアホが意外と偉くなったりするのかもしれんな。でもなんかねえ、そういうことだよね。バカで単純で素直な人は成功しやすいって言うからね。素直だから何でもハイハイ聞いてやるからね。勘ぐってしまうとせっかくの成功を見逃したりするってことだよね。14はまずいだろ。あんまないからな。使いたくないんだけどね。そうだね、これね。渾身打ち。6なん覚えてなかったな。全然鍛えてなかった、アローインプ。
これ今のクリフトかな、クリフトかアリーナと一緒に手に入るやつだよね。クリフトか、クリフトの方と入るのかな。まあこれでいけば今のところはまた埋まりますので。お、雷光滅多打ち。違う、スカウトじゃねえ。まあ強化しなくてもいいんだけどね。あ、ないか。ないんだったらいいや。はい、じゃあ行っちゃいます。多分まあ別にそこまで鍛えなくてもいけるとは思いますんで。さて、上流階級の作業場に来てみたもののあまりモンスターが見当たらないな。どこにいるんだ。お、見るからに下っ端っぽいのを発見。あいつに聞いてみよう。とんでもねえのいるぞ。なんだお前は。俺も上流階級に入りたいんだよ。お前の主人は偉いやつか。どこにいる。唐突に現れたと思ったら随分頭の悪そうな質問するな。安心してくれ、俺はビッグなモンスターだから。わけのわからないこと言うな。お前のようなやつが上流階級に入りたいなど片腹痛いわ。ふふ。肩腹痛いわ。ブルフォークのが強いつ。さあ、お前の主人の居場所を教えてもらおうか。ググ、あそこに見える壊れた城の中だ。そんな目で睨むなよ。明日には俺がお前の主人になってるかもしれないんだぜ。そう、貴様一体何者なんだ。ビッグなモンスター、アンドレアルだ。覚えておきな。じゃあ、ちゃっちゃとお前の主人に挨拶してくるぜ。これで俺も上流階級入りだ。まぁ、ちょっとレベル上げるとね、まぁ、こうなるので、まあ、いけなければまた鍛えてって感じでね、やればいいかなと思うんだけど、さすがに9000か。え ?12000 なんだ。一番上ね。ってことは、ここはギリいけっかな。次は鍛えないといけないかもね。相手の弱点とか見なくちゃいけないし。やはり上に立つ者は下々の者に従わなくてはなりませんぞ。いやはや全くですな。下々の者のおかげで私もまた貴族でいられるんですから。頼もう。あんたたちが上流階級か。俺も仲間に入れてくれよ。仲間に入れろとな。わしはキングであるぞ。そして私は貴族である。そなたのような者がどうして我々の仲間に入れると思うたか。それは何たって俺はビッグだからよ。そのビッグさはキングや貴族をしのぐかもしれねえぜ。やれやれ、いるんだよな、こういう輩が。己の実力もわきまえずに我々をしのぐなど消費千万。2体か。弱点が火なので、まあこうなんかな。
お、強いね。まあ、ブルーホークさえ鍛えてれば、なんかいけんね。まさか我々上流階級コンビが負けるなんて。あんたたちも意外と大したことねえな。なあ、これで俺も上流階級に入れるか？お主なぜそれほどまでに上流階級に入りたいと。入ってどうする？それはデスピサロ様の幹部としてバリバリやるのさ。ビッグな俺にはそれがお似合いだろ。ふむ、明日またここに来るがよい。お主がどこまで本気なのか試させてもらうとしよう。望むところだぜ。うん、まあやり方次第ではいけなくはないね。まあ、レベルも大事ですけどね。アローインプももうちょっと強くすればいいかな。ね。アンドレアル闇耐性すごい強いね。まあ、攻略もそうだけど、イベントをね、今しかこれやってないので、イベントを見るってあれでもね、いいかな。お、弱点が、だから火とギラだね。ってことは？ここって何使えるの？ああ、高熱切りか。ここもまあいいんかな。バギドルマ激減。ちょっとやってみっか。まあいけっかもしんないからね、案外。回復2いるからね。約束通り来てやったぜ。今日という今日は上流階級に入れるんだろうな。こちらもそれなりの試練を用意した。この試練をクリアすることができたら、そなたも上流階級入りだ。さらにお主のことをデスピサロ様に口添いしてやろう。よっしゃ、一応やるぜ。そうやって入ったんかな、アンドレアルって。だから、まあ、アンドレアルと、まあ、闇だろ。で、後ろで回復しとけば、いいかな。いや、待てよ。カタカタ笑っている。動けなくなっちゃったね。あんな食らうんだ。
毒の息とか使った方がいいかな。ああ、倒せないかも。いな。時間かけては倒せんね。これ上手い人だったら簡単にパーンっていけんだろうね。自分そこまで上手くないんで、勝てればいいかなと思ってるんですけど。ああ、なんか敵頭いいな。逃げていって。なんかギリ勝てっかな。こんなターンかかってもらわなかった。これ3ターンとか5ターンとかできる人いるのかな。すごいよね。どうあるんかわかんないけど。あ、いけた。やった、勝ったぞ。見事だ、デスペラ様にお足から言っておこう。まあこれね、アンドラルロードが出てからだいぶ時間経ってこの程度なんで、自分腕はね。頼むぜ。これで俺もデスピサラ様の幹部の仲間入りだ。何回もやってれば上手くなるでしょうけどね。随分と気が早い。幹部には強力なモンスターたちがひしめいているぞ。そなたが今から幹部にのし上がるのは並大抵のことではない。それは覚悟しておくことだ。まあ大丈夫だろう。なんだって俺はビッグだからな。重要な結界の一つを任されるくらいにはなれると思うんだ。もう10ターン以内か。無理だな。燃料が尽きちゃう。はい、ということで、まあクリアはクリアなんでね。っていうのが、なんでね、こうやってね、こういうゲームすごい苦手かって言いますと、理由がありまして、高校の時ね、将棋やって、自分全然わかんないんですけど、ちょっと上手い人にね、さっさと勝ってくれればいいのに、駒全部取るまで遊ばれて、何回もそれをやられて、もうこの対、こういう対戦がね、もう言い訳ですけど、もうなんだろうね、もう受け付けなくなってるって言えばいいかな。もう覚えようっていう向上心がもう一切なくなっちゃったんで、勝てればいいかなっていうね、そういう感じになっちゃってね。だから私潰すのなんか簡単なんですよね。下手とか言いまくってれば勝手に潰れていくので。
言わなければ自分だんだん伸びていく自信はありますけどね。はい、ということで、まあ、今回ここまでですけどね、まあ、勝てたからいいでしょう。はい、ということで、やっと動画にできる。まあ、今回紹介した方は、クリフトとアリーナ入ったってことなんで、まあ、それだけですね。だから対戦動画とかもあんま出さないの、そういうことですね。だから自分のペースでやって上手くなっていくのはあるけど、もう早くとかこれやった方がいいとかいっぱい言われると、自分全然できなくなるので、まあ、対戦パートやめたっていうのがありますんでね。まあそういうことなんでよろしくお願いします。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターなんかしてあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。